池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんこんにちは。池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いよう形にの AI プランニングと。 壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしておりますパーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファラルマーケティングコンサルの池田愛美ですこの番組はリファラル 紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問どんどん募集しております。メールアドレスは七九七アットマーク fm ぎのわんドットコム 797アットマーク fm 技能ワンドットコムまでお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスラジでも配信してますので、fm 技能ワンを検索して、ぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。はい、さてさて、今週も始まりました。いや、もうね。だいぶ暖かくなってきましたね。 えー、今月はですね、FM ギノワンさんのスタジオが工事のため収録でお届けさせていただいております。3月には、えー、リニューアルしてとっても素敵なスタジオに変身するそうですので、えー、今年はですね、私もちょっとどっかのタイミングでギノワンまで行って、沖縄に行って、スタジオから生放送ができたらいいなと思っています。 えー、最近ね、皆さんの、えー、コメント、生放送じゃないのでツイキャスからコメントを拝見できないのが本当に寂しいです。皆さんもね、まなみさんの声が聞けないのも寂しいですよね。なので、えー、ぜひです、ね、番組宛にメールを,を送っていただけると、めちゃめちゃ私もまなみさんも嬉しいです。なんか、夜の番組はね、生放送を再開しましたっていうお知らせが来ておりました。

あのか花瓶じゃなくてあのー、花瓶な,なんだ、あのー、お花をこう植え込んでるやつが倒れちゃって割れちゃったりとかっていうのもあうちはありましたね。うん、なんでもうすんごい風がこうビュー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 ,ビューほんと一晩中でなんかね、あのー、その音にうちの窓がガタ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 言ってでその音にうちの ワンコのピーチはね、あのー、怖かったみたいですけども、まあ、今ねちょっとこう隣にも座ってるんですけど、まあ、私はあの風が強くなる前に帰宅できたので本当よかったんですけどねやっぱあれちょっと外にいたら本当あのかなりしんどかったなと思います、まあ、春一番が吹くと、まあ、一気に暖かくなりますよね まだちょっとね、コートは必要かな。うん、朝晩の,あの寒暖差もあるので、やっぱちょっと上着は必要なんですけれども。私は、えっと、ジャケット1枚あの着なくなりましたね。だいたい私、ビジネスシーンでは、あのワンピースの上にジャケットを着るってことが多いんですけど、そのジャケットを着なくなったかな。うん。と同時になんかね、 えー、ちょっとくしゃみが出てきてる気がしてるんですよ。うん。なんか、んもしかしてって思ってるんですけど、いや、花粉かなでも私はね、まだ認めてないんですよ。自分で花粉症って。<laughs> 認めなければね、その病気じゃないですから、私は違うって思ってます。まあ、でもねそ、えー、そろそろこう 花粉症の方は始まっちゃうんじゃないかなと思うので、ぜひですね、あのしっかりガードしていただきたいと思います。ね、えー、まあ、そうは言っても目に見えないものなのでね、防御するのも大変だと思いますが、皆さん、快適にお過ごしくださいね。はい。えー、昨日ですね、そうそうあの、オンライン講座があったんですけど、 各地からねあの、受講生さんがいらっしゃるんですよ。で、オンラインだからねあの、かなり広範囲なんですけど、私の受講生さんって。で、今日お天気いかがですかって、あの、何気に皆さんに聞いたら、ま、昨日は東京、愛知、えー、仙台、札幌かな、あと横浜とかから、あの、ご参加だったんですけど、 そしたら札幌の受講生さんがえ、今日はかなり暖かいんですよねっておっしゃって、えー、どれぐらいですかって言ったら、今2度あるんで,でもうすごい暖かいです、今日はとか言って言ってたんですけど、他の人は、え、2度とか言って、めちゃめちゃびっくりしました。 うん、なのでね、北海道の方にとっては2度はあったかいのかもしれないけど、私たちはね、2度ってめちゃめちゃ寒いじゃないと思うので、なんかね、あの地域で本当に気温の感覚って違うんだなっていうのがね、改めて思いました。まあ、まだね、寒い地域の方もいらっしゃると思いますので、あの体調崩さないようにお気をつけください。えー、この番組をもしかしかたらね えー半島のの地域方方でお聞きいいいいただいてるるももらっしゃるかもしゃかれませんまだまだもしかしたらね大変な状況かもしれませんけれども是非、えー、お体に気をつけて少しでも早い、ね、復活復興していただけることをあのお祈りして微力ですけどね何かお手伝いできたらいいなというふうに思っております。 えー、ラジオを聞いて少しでも元気になっていただけるように私もお届けさせていただきますはいえー、実はねこの間ですねビジネスパートナーの先生たちとあの去年からちょっとね経営者の会をちょっと交流会やろうかってことで、えー、始めたんですよねもともと私そういう交流会とかっていうのは えーだいぶうん、結構やってきてるんですよ。ただもうなんかそういう交流会を主催になってやるのはもうそろそろいいかなと思って、えー、あんまり最近はそういうの開いてなかったんですけれども、まあ、この番組にもね、何度か出ていただいている浅川智人先生とか大島由紀さんと定期的に飲みましょうということで、えー まあ3人で飲んでたんですけどいや今度はなんかこう面白い人とかね誰かちょっと呼びましょうかっていうことになってたんですよねでどういう人を呼んだらいいかなってもかその基準っていうのもある程度整えきましょうっていうことで、えー、いろいろ考えたんですけども第1回の,その交流会は私はまあ普通に参加して。 社というか、まあ、漢字側ですけれども、えー、参加して他の方が漢字やってくださってその方がちょっと面白い人集めますって言って集めてくださって10人ぐらい集まったんですよね。まあんまりこの回も大きくするつもりないのでただあの本当にこう素敵な気の合う経営者 あの方々と、まあ、美味しいご飯美味しいお酒飲みましょうよっていうところなので、まあ、お店もまあそれなりにこうちょっとグレードもいいところを選んでますので、まあ、そういうところで毎回こう交流ができるようなステージの人にしようっていうのは一つありましたでまあね10人お越しになったんですけどその10人というのがまあ濃い濃いめっちゃ濃い <laughs> すごいなーってもう面白い面白いもうそうこういう人、えー、こんないるんだっていうぐらいねほんとねこう濃いっていうかねとんがってるんですよね皆さんそれでいて全員品があるんですよだからめちゃめちゃなんかスマートでかっこよく見えましたね漢字役の先生がダントツあ,あの 先生がこう、めっちゃめちゃこうとんがってる中で、本当に断トな人をね。あの探してきてくれたって声かけてくれたっていう感じですね。まあ、先生がねとんがっている方なので、まあ、そうするとやっぱ周りの人がとんがっているんですよね。うんなんかあなるほど。こういう方々だから、先生とか集まるんだな。みたいな感じでしたね。 なので、えー、これからもね、えー、定期的にやりましょうってことになりまして、その名を銀座とんがり会っていうのにしました。<laughs> 銀座ってなんかね、東京の中心みたいな感じで、えー。一応ですね、お店も銀座界隈、銀座縛りっていうことで、まあ、かっこいい感じにしていこうと思ってるんですけど、まあ、とんがってるってね、どういうことかっていうと、まあ、特徴あるっていうよりは、 うんうん、そうね、突き抜けてる突き抜け度合いが素晴らしいっていうところですかね。皆さんの周りにね、とんがってる方っていらっしゃいませんかねめちゃめちゃ突き抜けてる人、うん、で、えー、先週は第2回のとんがり会があったんですけど、私が漢字をさせていただきました。で、 えー、まあね私と小島さんと浅川さんと、えー、漢字側が3人なので、まあ、それぞれがみんな呼んで合わせて15人ぐらい参加いただいたんですけれどもまあ尖ってる尖ってる本当にもうすごいなっていうぐらいもう話せて,てめちゃめちゃ面白かったですね。でえー 本当ね、全員が品があるし本当にスマート。うん、やっぱね経営者ってこういうところであの磨くのがやっぱ一番だよなと思いました。うん、なんかこうねえー、アクセサリーでジャラジャラで見せつけてとか車で見せつけてとかっていうところじゃなくてそういうこう食事の場とかってその人がめちゃめちゃ出るじゃないですか。 なのでこう食べ方だったりとかそういう時の会話の内容だったりとかねえいろんな人とこう交流をしようとしている姿だったりとかそういうところでやっぱこう経営者って見られるなーっていうのも改めてなんかこう見てて思いましたねでも皆さん本当に素敵だったのであだからやっぱこうやって突き抜けるしそこに魅力を感じる人が寄ってくるんだなーっていうのをあかなんか。 自分が感じしながらすごいあの改めて確認できたかな分かったかなっていう感じです。うんあのー、なんかねこの例えば脳科学とか心理学といった目に見えない世界でも、あのー、全部数値化して言語化して状況を分析する。 えー、コンサルタントの方とかねなんかめっちゃ深い,思いお、あのー、世界のお話ですごい面白かったんですよねうんいらっしゃってる方々がね本当にこう特徴ありすぎてこうどうどうやったらこの凄さが伝わるかなとか思ってるんですけどねそのほ本当に何だったかななんかね、えー なんとかってこうイメージと思うでしょう。だけどそれってね本当は周波数なんですよとかねもう全然なんかわけわかんないことをおっしゃっててあでもああそうやってものが見えてるんだと思って面白かったですね。あとは、うん、帝王学ってね経営者が学ぶ、えーまあ、学問というかありますけどもその帝王,帝王学の世界では本当にトップクラスの講師で、まあ、いろんな流派があるようですけれども。えー 池先生っていうね、先生がやってらっしゃる、えー、そこの一問というかうんと一番弟子さんというんですかね、えー、そういう方がお越しいただいてまあその方も本当に素敵でですね私はその方の先生師匠の本を読んでめちゃめちゃ感銘を受けて去年はその本一,一冊の本を34回読みましたねで、もう 繰り返し繰り返し読んで頭に叩き入れてって感じだったんですけれどもその一番弟子さんがあの来てくださったんですなので帝語音楽を教えてるっていうのはもちろんなんですけれども実は他にもいろいろ幅をひら広げていらっしゃっていろんな銀行のサポートをしていて銀行のサポートってなんかわけわかんないんですけどそれで頭、えー、取たちと まあ、よくね会議したりとかお食事してるようなミリオネアの方がねいらっしゃったりですとか頭取とかとね一緒にお食事とか会議室でお話しするって、あのー、私最近ずっとハマってる TikTok でハマってるもう半沢直樹をずっと見てるからか頭取とかって言ってねそういう世界のなんかイメージなんですけどああいうね重役の役員室に、えー、その方がね入って。 ミーティングされてんのかと思うと、いやーなんかそんめっちゃ尊敬しますよね。うん。あとは、えー、沖縄のねチランへのチラに対しての思いが強くって、東京から子供もたちをチレンチランに連れて行って社会科勉強をするというような、えー、そんなプロジェクトを作ってやってる。実は英会話スクールのオーナーさんがやってらっしゃったりですかね。えー、あとは私のゲストで。<laughs> 元 NHK のプロデューサーをやってらっしゃったっていう方がいてスポーツ担当だったのでオリンピックは夏冬合わせて10大会ぐらいを中継したっていう経験をお持ちの方なんですね。うん、でまたその方はうんと、ま、トップアスリートたちのセカンドキャリアということで、ま、オリンピック選手っていうのはね寿命があの。 あるし、えーまあ、短いんですよね選手生命っていうのもねでもそれよりも残りの人生の時間の方が長かったりするのでそこをですねあのファイナンスの部分で支えるっていうようなことをしてらっしゃったりとかうーん、まあ、そういうスポーツ関係のお仕事なのでつながりもいろいろあってえっとバッシュバスケットシューズを えー、皆さんから募っていただいて、えー、それを発展途上の国の子まだ靴履いて履けてない子たちもいっぱいいるんですよね裸足で歩いてる子たちもいるんですよそういう子たちに、あのーまね、中古って言っても結構あの程度はいいんですよそういう場所を、えー、いろんな人たちから集めて138冊 えー、バングラディッシュに寄付しましただとかね。あとは、えー、私のもう大お友達ですけれども台湾人の方で、うんまあ、お父様がね政府とつながりをあの太いつながりを持ってらっしゃるっていうまあ華僑の御造氏ですよね。でもめちゃめちゃ仕事できるし、すごいバランス感覚の言い,い方で私大好きなんですけどね。でまたあの。えー 東京とは言,わい言えない <laughs> 千葉の方のネズミの、あのー、夢の子にありますよねネズミさんたちが踊ったりとかしている夢の子にありますよね、うん、でそこでいつもエレクトリカルパレードですとか、えー、お隣ではこうウォーターショー船のショーみたいなのがやっているんですけれどもそこに浮かぶう船とかと なんだフロートっていうんですかねこう、エレクトリカルパレードの時に大きいこう車にステージがついたのがね、動いてきて、その上でいろんな、えー、キャラクターですとかダンサーが踊ってるんですけれどもそこ、やっぱ動いてるところの上で踊るので、やっぱすごいバランスを崩しやすいので、必ずその踊るスペースには手すりがついてるんですよ。あのー 一体化してるから気がつかないんですけど実はそのカートにはごっつい鉄骨とかがいっぱいあのくっついてるんですよね。で、えー、特にこう何て言うんですかねお姫様が踊るようなところとかそういうところには手すりがあってそこのなんて言う,うんでしょうかね,ね滑らかな曲線でその雰囲気に溶け込むような。 えー、全体のバランスをちゃんと見て、えー、な,なん言うんですかねこう口で説明するのは難しいんですけどん少しこう波を打ったような、えー、形状のものだったりとか、まあ、そういう、えー、鉄骨なめれその滑らかなカーブを鉄骨で、えー、表現してまあ,あそのダンサーたちが安心して踊れるような。 安心ののための柵っってていう形になってるんですよ、ね、でもそれそういう滑らかなカーブを鉄骨で出すのって実はすごい技術がいって難しいことらしいんですけれどもそれを作ってる鉄骨会社の社長さんがいらっしゃったりですとかねあとはハンバーガーで有名な、えー、m え なんとかあの、なんとか月見バーガーとかね、あるじゃないですか。<laughs> その日本法人で、えー、全国にね、フランチャージ展開していく、まあ、指揮官みたいな方だったりですとか、まあ、普通の経営者じゃない人ばっかりで、本当めちゃめちゃ面白かったですね。で、そこをやったのは私の知り合いの高級感のある中華レストランで開いたんですけども、 うん、まあまあねお高めの特別コース出していただいたりですとか、えー、しました。でほ本当美味しかったんですけども食べきれないぐらいねいっぱいお料理並べてくださったんですけどうーんまあそれぐらいこう何て言うのかなそれぐらいのお料理グレードのお料理とか飲み物を気軽に楽しめるような経営者という人たちの中から厳選してえー お招きしましまた、うん、なので、えー、ゲストとしてねずっとお招きし続けてそのままこう皆さんもコミュニティの住人になってもらっています、まあ、全員が全員本当、あのー、嬉しかったのは大満足本当に皆さんがね本当に良かったです次回も来ますっていうふうに言って帰っていっていただけたのが私もね感じだったんでふっとほっとしましたけど、まあ、つまりですよ ビジネスの紹介を求めるのならあなたと同業者とか同業他社とか同列とか、まあ、そういう人たちっていうのは紹介ってもらえないということなんですよ。何かに尖ったとんがった点がある人が選ばれます。またそういう人には逆にお客さんを選んだり、えー、数より質、えー、直感で 違ううううとと思っったた人を追いいいいいかけたりはしないっていうう、ね、そういうことが叶ていきます、ね、皆さんのとんがりポイントっていうのが実は紹介者からの目印だったりとかあとはまた記憶に残りやすいっていう効果があったり人におすすめする理由にもなってくるはずです、まあ、皆さんは同業他社っていうのが、ね、いらっしゃると思うんですなのでそのでそ方と うん、まあ、えーね、あなたならどっちを選ぶ、選びますかね。えー、皆さんの同業者、この業種で何,何人かこうしゃ、えー、なんだ、社長さん知ってますなんてこと、いらっしゃると思うんですけれども。うん、なので、えー、皆さんはね、その方々とどっちが選ばれるのか。 紹介には選ぶ理由っていうのが必要なんですよ。これだからあなたをおつなぎするとか、これだからおすすめしますっていう風にあなたを選ぶ理由っていうのが必要になってきます。だからそれを言語化する。 ね、言語化してみてはいかがでしょうかっていうことなんです。ただその時に注意点としては、消却者から見た目線での選ぶ理由っていうのを考えることが必要です。まあ、自分がこれって思うことはおそらく自慢やと、えー、特徴とかだと思うんですけども、それ自体はまあ、選ぶ理由にはんーならない。まあうん こともあるけど基本そういうのっていうのはならないです、うん、選ぶ理由っていうのは、えー、今までの実績ですとかねお客様の権威性だとかクライアントの成功事例なんていうのが、えー、挙げられますこういうのを活用するっていうことですよねこのあなたを選ぶ理由を言語化してさらに磨いていくとめちゃめちゃとんがってきますよ <laughs> とんがったらぜひですねお知らせください、えー、銀座とんがり会にあのご招待させていただこうと思いますうんなので、えー、普通と一緒とかね他とおんなじみたいなのは紹介の場合選ぶ理由にはなりませんも一回言いますね普通車、えー、普通車社用車とかもそうですけども、えー とんがりポイントただのね特徴ということじゃなくてとんがりポイント楽しみですね、うん、もうなんかねここのとんがり界のねちょっとロゴとかもあ作ってみたりとかしてね、えー、結構この間ねほん頑張ったんですよね。 だからもう全員が満足してくれたことにすごい、えー、嬉しいし感謝してるんですけども、えー、このこので参加した人は全員次回も来るって言ってるので、えー、大きくするつもりはないって言いながらなんか大きくなっちゃうのかなっていう気がしてますはい、えー、ぜひ皆さんもね、えー、とんがり会にもお越しいただきたいと思います皆さんのとんがり磨い,いてください えー、アセンティブジャパンは、えー、今年1月からアセンティブアカデミーがリニューアルいたしました。より実践と成果を出しやすい環境とステージアップへのアドバンスプレゼントプログラムが充実されております、えー。毎月オンライン探検セミナーをやっております。えー、2時から4時半ですね。 次回は3月15日2時から4時半になります。ご希望の方はアセンティブジャパンホームページからお申しください。お申し込みください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。素敵な一日をお過ごしくださいませ。アメージングビジネススペクタクラーライフお相手は池田恵美でした。ではまた来週お会いしましょう。皆さんいってらっしゃー、はい。